今日はお昼に始めてみましたって言ってもちょっと今日も短めなんですけど20分だけやります。なんでかは内緒です。こんにちは。では取れました。あ、ちょっと残ってるかもしれない。もう大体取れました。ありがとうございました。昨日はオンラインサイン会と手形会めちゃめちゃ楽しかったです。本当にまずサイン会はすごいたくさんの方が応募してくださって、たくさんかけて、なんだろう、こう見てたらすごい枚数あると思って、その最初後ろでコメント読んでたんですけど、だから何言おうとしたそう、それでわあめっちゃあるなと思ったんだけど、やってみたらいやめちゃめちゃ楽しかった。本当に手が疲れるとか全くなくて普通に楽しかった。うん、まだ全然書けるって感じ。本当ありがとうございます。ちょっとサイン間違えたりとかしないかなとか思ったけど全然間違えなかった。すごくたくさん書けました。ちょっと今日手で持ってるんだけどごめんね。サイン分かったかな。あの手形の色紙に書いてあるサインはちょっとなんだろう、形が違うんですよ。なんでかわかんないけど、なんだろうな、こう横に全部つながってるのでダダンと。色紙のやつはなんか多分スペースのため、スペースがあんまりだったのか、こうなんだろう、縦正方形みたいになってたんですけど本当は横です。あまり時間がなかったのでそんなにいっぱいで、メッセージはね、あの一言しか書けなかったんですけど、自分で考えました。あれはもうなんかいつだろうな、結構あれはね前からちょっと頭によぎってたサインで適当に書いて、あ、自粛ぐらいの時になんかね書いてたサインだった気がする。うん、決めたのは12月ぐらいだったんですけど、ハートありがとうございます。本当ありがとうございます。猫じゃない、犬ですマネージャーさんにも言われた、猫って犬です。やっぱ猫に見えるのか、チワワって。でもなんだろう、実物で見たら猫には見えないけど絵で描くと猫に見えちゃうね。あれはうーん、チロルかチョコか、チョコかなどっちでもある、どっちでもいける。梅ありがとうございます。
みおちゃんみたいにすぐサイン変わる。え、みおちゃんすぐサイン変わるの？私は多分変えないと思います。結構気に入ってる、やっぱり。なんだろう、ずっとあのね、チョコチロルが入ってるから。アーカイブあるので、あの皆さん昨日見れなかった方はぜひ見てください。 YouTube の方にあります。昨日先輩みんな優しかったね。そうなんですよ、本当に初めて。なんか前あやさんとはあのお話しする機会があって、お話しさせていただいてたんですけど、そう、でもえなさんと川島美春さんは初めてかな、ほぼ初めてお話しして、ハートありがとうございます。そう、それですごいね、めちゃめちゃ優しくて気さくに話しかけてくださって嬉しかったです。干し芋美味しかったです。なんか見たことない、私も食べたことないやつね。結構コンビニとかではあの何コンビニの干し芋じゃなかったと思う。コンビニでも見たことないかな、どこのなんだろう、わからないかったけど、初めて食べるやつでめっちゃ美味しかったです。かわいい、ありがとうございます。なんだろう、後ろのそのあのコメント取ってる、コメント拾ってるあれとかもあったりしたので、あの結構えなさんと喋れたかなって思います。なんか全然私えなさん私より年上かと思ってて、そしたら私より一個下でびっくりしました。大人っぽいなと思って。そうなんです、話たくさんしてくださって、終わった後とかもいっぱいお話ししました。そう、なかなかお話しする機会10期は少ないから、すごく貴重ですごく嬉しかったです。またお話ししたいなって思いました。あ、そうだ、昨日のあの
配信を、あの私がこうサインしたり手形をしてる時はちょっとコメントを見れなかったんですけど、結構何あのお母さんとかはあの配信見てて、なんかすごい、なんだろう、皆さんがこの、いや名前を呼ばれた時に何々さんパチ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 ってコメントがたくさん、コメントをそうしてくださってて、なんかすごいなって思って、何団結力って なんだろう結束力すごいなと思って、なんかでもそれはやっぱこの配信のおかげなのかなって、毎日してるから、まあ、毎日皆さんも皆さん同士でこう会うっていうのかな、そうかな、余計ね名前とかもお互い覚えたりしてるのかなと思って、すごい家帰ってその話聞いてすごく心がポカポカしました。そのことを書いてるファンの方もいてくださって、違うファンの方も、まあこれはなんか続けていきたいというか、そのなんだろうな、これはずっと何なかなかないことだから、この関係がねずっと皆さんとも私とも続きたいなって思いました。なんか改めて、あ、毎日配信してよかったっていうのは一個思いましたね。あ、お仕事に戻る方がいっぱい、頑張ってください。お昼休みにありがとうございました。もちろんここにいない方の、なんだろう、初めて私も名前呼ぶ方もたくさんいらっしゃったので、そういう方もちゃんとこの馴染めるような雰囲気にはしていきたいなって思うし、うん、チームかのように本当になんかお互い名前呼び合ったりしてすごく良かったです。それはもう私から本当になんかありがとうございますというか、もうなんだろう、感動しました。本当に本当にポカポカしました心が。そういう、なんだろうな、そういうの私本当になんだろう好きなんですよね。このお互いを喜び合うみたいな、そう、すごくアーカイブでもその時のチャットが残ってるんですよ。そうで、私もそれで後から見返してお母さんに言われて、その本当に皆さんこう名前が出るたびにパチパチってやってたりとか、なんとかさんだとかっていうのが、うわーすごいなと思って、めっちゃ自分の名前コメント欄に出てびっくりしても確かに、いいなって思いました。またこういう機会があるのかはわからないけど、皆さんの意思で、でもね、ハッシュタグとか見てても思います、すごくコメントし合ってたりとか、そういうのもあるのかなとか思って
あ、275日ありがとうございます。皆さん、ね、もちろん新しい方ももちろんもちろん大歓迎ですので、皆さんでね、なんかこれからもずっと仲良くね、いい関係を築きながら、行きたいなと思いましたね。まだありがとうございます。あ、最後に読んだの覚えてますよ。本当にショールームみたいな感じだったからねコメント欄がここだけなぜか。またね、この機会、動く機会もあるかもしれないので、その時はまたよろしくお願いします。そしてたくさんの応募本当にありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しかったです。あとめちゃめちゃ嬉しかったです。こんなにもたくさんの方が応募してくださったのは本当に。よし、じゃあちょっと今日も時間がないので申し訳ないんですが、ランキングを読んで終わりたいと思います。じゃあ読みます。13位、片手だった、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。ん、待って、7位のか、あ、オッケーオッケー。3位、あ、3位いったかな、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ちょっと今日も短くて申し訳ないんですけど、今日までが冬休みということで、明日は公演です。なので明日は朝配信になります。7時40分です。じゃあ今日の1枚をちょっと1個撮らせてください。今日の1枚、はい、なんで今日の一枚があったのかは考えてくださいでは終わりたいと思います。ただの宿所タイムではありません。これは拜拜バイバーイ。ぜひ考えてみてください。バイバイ、またね。